富士見高校の生徒さんでよろしいですよね。はい、そうです。どんなことをやられてるんですか。はい、私たちは富士活娘といって、富士見町を元気にしようっていうことをモットーに今活動をしています。あ、2年前に開始されて、今この子たちが3代目の富士活娘になります。あ、それで、じゃあカレーを作ってるってことですかね。そうですね。まあ、富士見を元気にするっていう目的なんですかね。はい、私たちの1個上の先輩が、ルバンビーを作ったのと、あと富士見町の商店街が今シャッター街が太いということで、そこに富士見の森っていう富士見高校のアンテナショップをオープンさせました。ああ、今アンテナショップがあると。はい、あります。それは普段営業してるってことですか。そうですね、平日の10時半から2時半まで。残念。ああ、そうなんですか。他にもあとレトルトカレーを昨年に商品化させました。さっき見てきたね、あれですかね。はい、そうです。で、今私の代ではルバンビーカレーって言って、ルバンビーをモチーフにしたカレー作りを行っています。で、それはレトルトカレーとかではなくて、地域の飲食店さんで提供できるようなカレー作りを今目指していて、カレーフレークを作ってそれを地域の方に提供するということになります。それ今開発中ですか。ルー自体はもう完成して、今地域の飲食店さんにお願いをしている最中で、また月に1回定期的にそういう飲食店さんとお話をする機会を設けていて、今1店舗だけなんですけど、実際に提供できるよって言ってくださってるところも今出てきています。なんかもったいないですね、こういうイベントでなんかそういうカレーを出してもらえるとありがたいですよね。できればやったことですね。できるんじゃないですかね。すごいすごい方たちとお会いできました。ちなみにお名前は伺っても大丈夫なんですか。はい、私は今3年の長谷川梨沙です。はい、今2年の菊池優さんです。はい、あ、じゃあ3年生ってことはもう卒業ですね。あと1週間卒業です、あ、もうじゃあその交代のあの部長さんとかはもういらっしゃるんですよね。はい、部なんですよね。部じゃないんですか。部活ではなくて、部活じゃないんだ。というか農業高校では、課題研究という時間が3年になると設けられて、それは一人一研究富士見高校では行って、自分が興味がある分野に関してとことん追求する、野菜の栽培研究を行う人もいますし、草花とかの栽培研究を行っていますし、その活動の一環として授業内で富士活娘という活動を。あ、そうなんだ、授業の一環なんですか。はい、あ、部活かなんかかと思った。すごいですね。その富士見高校ってすごい、あの、なんか魅力ある学校ですよね。そうですね、他の学校にはない活動をいっぱいやってるので、意外と個性的な学校ですね。個性的ですよね。はい、一回お邪魔したんですよ、僕、あの、日曜日の時に、あの、ミツバチの、あの、養蜂部の方の取材で、はい、今後もなんかちょっと取材してみたいですね。ぜひぜひお越しください。はい、ありがとうございます。